俺が先輩から聞いた話です。これはマジです。まず3日以内にあなたの夢に男が出てきます。ひたすら追われますが走ってはいけません。走ったら顔を持っていかれます。逃げている時には後ろを振り向いてはいけません。振り向くと顔を持っていかれます。途中にセダソトナダヘガイ橋という橋があります。この名前は忘れてはいけません。渡った時に必ず追ってきた男に話しかけられます。男が顔を触ろうとしますが絶対に触れられてはいけません。男の手を払ってください。男がついて来いと言います。ついて行ってください。部屋に入れられますが、ここは走って逃げてさっき渡った橋まで行ってください。そこに子供がいるはずです。その子に橋の名前を言えば目が覚めます。これを守らなかった場合は男に顔を包丁で削ぎ取られます。気をつけてください。